Bonjour, c'est Peggy. 皆様こんにちは、ペギーです。本日の動画では、フランス語の表現の on dit que 何々と on dirait que 何々。この二つについて話していこうかなと思います。まあ、以前の動画で、il semble que と il paraît que について話してきました。その時に on dit que と on dirait que は一体どういう意味なのか、同じように使えるのかどうかという質問をいただいたので、今回は on dit que、on dirait que、il semble que、il paraît que の違いとか使い分け方について見ていきます。まずは on dit que 何々。on dit que 何々の dire という言葉は言うという動詞なので、まあ、日本語に直訳すると大体同じ意味になります。On dit que〇〇〇〇だと言われている。こういう意味になります。まあ日本語と同じような意味なので、人から聞いた話とか、あとは噂などに使われる言葉です。On dit que 何々、何々だと言われている。で、前回の動画で説明した il paraît que、つまり何々らしいという表現とちょっと似ています。例えば、on dit que Peggy est un très bon professeur de français というと、Peggy はとても優秀なフランス語の先生だと言われています。こういう文になります。on dit que Peggy、Peggy は何々だと言われている。なんて言われているのか、est un très bon professeur de français。とても優秀なフランス語の先生です。つまり、ペギーはとても優秀なフランス語の先生ですと言われていますという文になります。で、これは、il paraît que Peggy est un très bon professeur de français と言ってもほとんど同じ意味になります。il paraît que というのは、同じように噂とかに使われて、何々らしいという意味になります。なので、il paraît que Peggy est un très bon professeur de français というと、ペギーはとても優秀なフランス語の先生だと言われているらしいですという文になります。なので、言われているのか、優秀なフランス語の先生らしいのか、まあ大体同じような意味ですね。で、ニュアンスとしては、on dit que Peggy est un très bon professeur de français というのは、まあ、Peggy はとても優秀なフランス語の先生だと世間では言われています。つまり自分では言ってるつもりではないんですけど、少なくとも世間ではそういうふうに知られていますとか、誰か他の人がそういうふうに言っています。こういう意味になります。Il paraît que Peggy est un très bon professeur de français というのは、Peggy はとても優秀なフランス語の先生らしいですという意味なので、どっちかというと、まあ世間ではそう言われているし、自分もそういう話を聞いたことがあって、今の自分の頭の中のその意見も、Il paraît que Peggy はまあどうやら優秀なフランス語の先生らしいですねと自分の考えもそれにこうまとまっているに近いです。別な例を見ていきましょう。On dit que Peggyco n'est en fait pas un véritable pingouin。Peggyco ちゃんは実は本物のペンギンではないと言われています。これも世間で言われている話で自分の考えではないことが多いです。ペギコちゃんは実は本物のペンギンではないと、まあ世間では言われています。On dit que Peggyco n'est en fait pas un véritable pingouin。逆に、まあ自分の考え、世間でもそう言われていますけど、自分の考えもそれに近いという時には、Il paraît que Peggyco n'est en fait pas un véritable pingouin。ペギコちゃんは実は本物のペンギンではないらしいです。と言ってもいいですね。で、ちなみに一つだけ注意点ですけど、il semble que とか il paraît que の時には非認証の il を使ってました。ただし、on dit que の時には非認証の on を使います。まあ、同じ三人称の代名詞ですけど、il と on では、on dit que、il dit que でちょっと意味が変わってしまうので注意してください。on dit que Peggy est un pingouin。Peggy はペンギンだと世間で言われています。Il dit que Peggy est un pingouin。これは、il というのは、非認証のつもりであっても、この響きとして、il dit que Peggy est un pingouin というと、彼はペギーがペンギンだと言っています。という文になります。この il の部分は、彼となるので、
一体誰がそんなこと言ってるんだというちょっとややこしい話になってしまいます。ちょっと珍しい言い方ですけど、否認証のイールを使いたいならイールディクではなくイレディクということも可能です。イレディク、イレディクの A は、まあ、être の A ですね。Je suis, tu es, il est の A です。Il est dit que Peggy est un pingouin。世間ではペギーがペンギンだと言っています。こんな感じにすることも、まあ、可能っちゃ可能ですけど、一番綺麗なのはやはり、on dit que Peggy est un pingouin です。なので、覚えておくなら、on、否認証の on の文を覚えましょう。続いて、on dit que ではなく、この dire の動詞の部分を条件法にした表現。on dirait que 何々。これは一体どういう意味になるのか。on dirait que 〇〇というと、これは実は〇〇のようだという意味になります。まあ前回の動画で説明した表現では、il semble que 何々とか、il semblerait que 何々に近いのかなと思います。例えば、on dirait que Peggy n'est pas très en forme aujourd'hui。これは、今日はペギーはどうやらあまり調子が良くないようだ。こういう意味になります。on dirait que Peggy n'est pas très en forme aujourd'hui。で、これは、人に聞いた話なら、il paraît que Peggy n'est pas très en forme aujourd'hui。どうやらペギーは今日あまり調子が良くないらしいですけど、今回は on dirait que なので、まあ自分の考えを述べてます。Il semblerait que Peggy ne soit pas très en forme aujourd'hui. と同じで、on dirait que Peggy n'est pas très en forme aujourd'hui. 今日はペギーはあまり調子が良くないようだ。良くないようにこう見えます。自分は思います。こういう意味になります。他にも、例えば天気とかに使うこともできますね。Il semble qu'il va bientôt pleuvoir. On dirait qu'il va bientôt pleuvoir.どうやらもうすぐ雨が降るようです。On dit qu'il va bientôt pleuvoir と言ってしまうと、まあ世間ではもうすぐ雨が降ると言われています。になってちょっとおかしな文になってしまいますね。例えば天気予報でもうすぐ雨が降りますよって言っていて、On dit qu'il va bientôt pleuvoir というのは、まあ成立はするんですけど、どっちかというと、Il paraît qu'il va bientôt pleuvoir の方がいいです。なぜかというと、まあさっきの話にちょっとつながってきますけど、天気予報で大抵はこう雨が降るって言って、それを別な人に自分が話すときには、まあ自分はその天気予報で雨が降るという情報を一応信じていて、で、それを人に伝えます。なので、雨が降るらしいよと伝えます。天気予報に流れてる情報が、まあ世間一般の話であって、自分は信用していないけど、とりあえず世間ではもうすぐ雨が降ると言われているよというなら、On dit qu'il va bientôt pleuvoir, mais je n'y crois pas, みたいな感じで言うこともできます。まあちょっと複雑なニュアンスになってしまうので、天気予報とかの場合には、まあ、il paraît que が一番楽かなと思います。On dirait qu'il va bientôt pleuvoir, これは窓の外で、どうやらもうすぐ雨が降るようです。という話です。で、ちょっとだけ注意点、もうすでにお気づきの方もいるかもしれませんが、on dit とか on dirait、この dire の動詞を使った時には、接続法は使わないです。どういうことかというと、on dirait que Peggy est en retard。Peggy はどうやら遅刻しているようだ。on dirait que Peggy est en retard。これは、on dirait que Peggy soit en retard というのは言えないです。まあ、響きもすごく悪いですし、文法的にもおそらく間違いです。なぜかというと、まあ、dire というのはもう表現する、もう言うということになっているので、まあ、事実を言うと覚えておいた方がいいです。On dirait que Peggy est en retard。もうペギーはすでに遅刻していることを確定していて、まあ、どうやらペギーは遅刻しているようだ。Il semblerait que Peggy soit en retard というのはもうちょっと複雑なニュアンスが含まれていて、どうやらペギーは遅刻しているようだとはなりますけど、Il semblerait que Peggy soit en retard というのは確定ではないですけど、例えば前の例をこう用いると、まあ教室に入りました。ペギーがいるはずなのに、
今日は8時半になってもまだ来ていない。あれ、でももしかしたらペギーはもうすでに来ていて、例えばトイレに行ってるかもしれない。ペギーは来ていて、まあ自分が見えていないだけかもしれないですけど、とりあえず自分の考えとしては、あれ、どうやらペギーはちょっと遅刻してるんじゃないのかという時に、 Il semblerait que Peggy soit en retard。 で、ペギーがもう遅刻確定の時には、 Il semble que Peggy est en retard。 On dirait que Peggy est en retard と直接法を使います。まあ使い分け方は、まあこの2つの文が一番ペギーにとっては自然な響きになるので、確定の時にはまあ Il semble que Peggy est en retard とか On dirait que Peggy est en retard、 確定の場合には Il semblerait que Peggy soit en retard というのが一番綺麗かなと思います。それでは今回のまとめです。今回は On dit que 何々何々と言われているという文と、 On dirait que 何々何々のようだという文を見てきました。まあ、使い分け方は結構シンプルで、On dit que 何々というのは、まあ、世間一般で言われています。ただし、自分はこう信じていないことが多いです。信じている場合には、Il paraît que 何々、何々らしい。On dirait que 何々というのは、まあ、Il semble que 何々と同じで、まあ、〇〇のようだという意味にはなりますけど、On dirait que プラス直接法、 Il semble que プラス直接法、もしくは接続法、 Il semblerait que プラス、まあ、どっちかというと接続法を覚えておいた方がいいです。 On dirait と On dit の後には直接法しか使うことができません。それでは今回も Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout。 Bon courage et à bientôt。 次の動画でお会いしましょう。